どうも、モルさんです。さあ今回は、美容グッズの紹介をやっていきたいと思います。これでも結構もう動画にも上がってるんで知ってる人は多いと思うんですけど、今更かよみたいなね、あるとは思うんですけど、僕やったことなかったのでちょっとやってみようかなと。で、初めに言っとくんですけど、これ閲覧注意でお願いします。もう後半の方はがっつり閲覧注意でお願いします。で、今回やっていくのはこちら、鼻に入れるだけ簡単脱毛ワックスゴッソ、1000万本突破ってすごい売り上げですね。やり方は至ってシンプル。レンジに入れて温めて、鼻に入れて勢いよく抜くだけ、ね、3回分入ってます。裏面にはね、セット内容ブラジリアンワックス 15g、 これ3回分のワックスがカップに入っていますと。で、専用スティックが6本、これ両鼻3回なので、1回で使うのが2本ずつだから6本ということですね。それと耐熱カップが1個と取扱説明書が1つ。割と前に流行ったやつなんですけど、一応美容グッズなので紹介しようかなと。あんまり僕こういうちょっと閲覧注意なやつやんないんで、今後は美容グッズでもそうだし、面白グッズとかもいろいろちょっと挑戦していけたらなというふうに思ってます。いつもの解説動画みたいな真面目な感じじゃなくて、ちょっとゆるくやっていきます。開けますね。まずスティックが6本。何これなんかヨーグレットみたいなのが出てきました。多分ブラジリアンワックスですね、これが。それと耐熱カップ説明書で、中身は以上ですね。まずはね、説明書を読んでやり方を見ましょう。レンジのワット数に応じて温める時間変わってくるわけですね。やっぱこのヨーグレットみたいなやつがワックスみたいです。カップの中に最初からちょっと入ってたんですけど、これが1回分っていうことでいいのかな。それと合わせてこれが2回分、2回目分と3回目分っていうことなのかな。なんか説明書を見ると、これ3回分カップの中に入ってるって書いてあるんですけど、これを3等分にすればいいのかな。あー、なるほど、分かった分かった。このカップの中に最初から入ってるこれが3回分で、これは足りなかった時の予備ですね。まずワックスを3等分します。このカップの中に最初から54粒入ってたので、1回で使うのは18粒ですね。今カップの中に18粒入れました。残りは戻しちゃうか。結局真面目かっていうね3回分きっちり数えてちゃんと3等分するあたり、あんまりなんかこういうネタ動画多分向いてないですよね、僕。結構ね、真面目になっちゃうんですよね。でもね、こういう動画もたまにはいいんじゃないですか。で、スティックを2本取り出して、早速レンジで温めていきます。700W は2分30秒、これが 700W なので2分30秒温めましょう。うわ、なんだろう、すげえ焦げ臭い。大丈夫かな。結構焦げ臭い。これこういうもんなのかな。ボコって言ったけど、大丈夫これ。残すところあと30秒。かなり焦げ臭いです。なんか実験してるみたいで楽しいな。ワクワクしてきた。ボコって言ってるやん。さあ、もう間もなくなりますね。来た。うわ、焦げ臭い。うわ、湯気すご。湯気、ちょっと待って。俺間違えたでしょこれ絶対。うわ、あっちあっち、絶対間違えた。絶対間違えたやんこれ。うわ、溶けてる。確実に間違えましたね。もう容器が溶けまくってますもんね。真っ黒になってる。多分中のこの白いやつだけ取り出してやらなきゃいけなかったのかな。でも見てください、3回分のワックスが入った耐久カップの蓋を外しレンジで加熱します。でも蓋外すだけで多分合ってるんですよね。この下の方見てください。加熱しすぎると容器が溶ける恐れがあります。でも 700W だから2分30秒で合ってるはずなんだよな。これは一体。明るいとこで見てみましょう。こういう感じになってます。半端ねー。もう丸焦げだよこれ。でも俺はちゃんと時間通りにやったからね、悪くないはず。でもちゃんと溶けてるね、しっかり。これちょっとせっかくなんでやりましょう。ちょっとハプニングはあったけど、せっかくなんでやります。これをワックスをしっかり棒につける。くるくるしてつけて、よいしょ。こういう感じでワックスをつけるらしいです。で、これを鼻に突っ込むと。いきますよ。うわ、絶対熱いやんこれ。うわ、もう冷や汗かいてるもん。うわ、溶けてきた。いきます。あっち、熱い。痛い。くるくる回すらしいです。半端ね。くるくる回した時超痛い。バカ、もううわ、やばい。うわ、いった、もう超汗かいてるもん。半端じゃない。冷や汗が半端じゃないもん。うわ、いった。
痛っ。もう左目とかも完全にほらもう涙出てきちゃったもん。いってうわでこれあ、いてもう刺さってしもうたやん。これ昭和のコントみたいになってる。ドリフターズみたいになってるじゃん。説明書置いてきてしまった。しばしお待ちを。ワックスが完全に固まったと感じたら一気に引き抜きます。スティックの根元周辺を持ち、小鼻周辺を軽く上に持ち上げるようにつまみ、真下に一気に引き抜くと綺麗に抜けます。こうキュッてつまんで、これを真下に思いっきり、あと根元ら辺を持って引くと、うわーやだなこれ。いや体張るって大変、 YouTuber って大変だね。いきます。ああ怖え怖え。いきます、いきます、次はもういきます、いきます。せーの、あいって、うわ鼻水とかすごいんだけど、マジで。うわわかる、もうこの俺が泣いた感じ半端じゃねえ。うわーもう鼻水とかすごいもん。うわ超汚え、マジ汚いんだけどこれなんだ、美容系でやっていいのかわかんないけど、もうでもやります。ちょっとこっからマジで閲覧注意なんで気をつけてください。いきますよ。見えるかな、うわもう見てこれ、反り立つ鼻毛半端じゃない、汚いっす。でもすげえ抜けた、わかんない、基準がわかんないんだけど、すごい抜けてると思う。これが抜けてる方なのか抜けてない方なのかわかんないけど、鼻の中はめちゃめちゃスッキリしますね。すごい痛いけどすごいスッキリする。ワックスがもう片方やろうと思ったら、もうちょっと固まりつつあるので、もうちょっとだけ追加してちょっと温めていきます。さあ2回目を温めてきました。2回目はさっきの学んで1分しか加熱しなかったんですけど、まあ溶けとる、着実に溶けてますね。しっかりつきました。ちょっと落ちないようにね、くるくる回転させながら。え、もうだってこの時点で湯気出てますもん。ダメでしょこれ。ちょっと冷める前にね、行きましょう。うわ怖え、うわあっち、うわあっち、あっち、あっち、緊張迷惑だこれ、あっち、うわあっつ、あっつ、え嘘じゃん、あ痛い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 。さあ固まったんじゃないでしょうか。うわ汗が尋常じゃない、マジで。いや多分、うわなんか垂れてる垂れてる、あティッシュかい。よし抜きますよ、よっ32、1、あ、いって、最悪だこれ、うわ一番嫌なやつ、最悪。もう一回か、いきます、3、2、1、あいって、抜いた瞬間鼻水がすごい出る。あでもさっきのが抜けてたかもしんない。いきます。さっきのが抜けてたかな。2本並べるとこういう感じ。なぜ並べたっていうね。はい、というわけで、まあ、今回はゴッソやってみたんですけど、熱くて痛いんだけど、こうやった後すごい鼻通りがすごい、すごいスースーする。まあ、僕結構痛いの嫌いなんで、もう一回やることはないとは思うんだけど、まあ、一応なんかブラジリアンワックスとかって、まあ、なんかハマると結構癖になるというか、ついついやりたくなっちゃうらしいんで、まあ、多分ハマる人はめちゃくちゃやるんじゃないですかね、定期的に。でも一応これもね3回分入ってるので、まあ、僕みたいに容器をねこんな感じにしてしまわなければ、おそらく3回ちゃんとできるのでやってみてください。ちなみにこれドンキホーテで990円で売ってました。意外と安い。なんか普通に使ってもいいし、なんかみんなでやったら面白いかもしんないから、罰ゲームとかでやっても面白いかもしんないですね。値段もそこまで高くないんで、もしよかったらやってみてください。今回はね、ちょっと汚い動画ですみませんでした。まあ、またこういう企画もね、結構面白いなと思ったんで、ちょいちょいやっていこうかなと思ってるんで、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。電子レンジのタイプが結構古いっていうね。ちょっとわっ、チキッああ、飛んでなかった、よかった。ああ。